やあみんな、今日も恐竜を探しに探検に行くよ。これからかっこいい恐竜たちがたくさん出てくるよ。この動画を見ると恐竜の名前の由来やいつの時代に生息していたのかがわかるよ。この動画は恐竜探しの探検第3弾だ。第1弾と第2弾をまだ見ていないならリンクから見てみてね。恐竜の住む自然の中と最後には海で恐竜を探す楽しい動画になっているから、ぜひ最後まで見てね。それからいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして私は今回案内を行うアンキロサウルスです。早速恐竜たちを探しに行こう。まずは草をかき分けて恐竜を探してみよう。この草の向こうにいるのは、パラサウロロフス。名前の意味は、勇気のあると影に似たもの。勇気のあると影というのはサウロロフスという恐竜のこと。でもサウロロフスに近い種類の恐竜というわけではないんだ。見た目が似ているだけだね。この草の向こうには巨大な肉食恐竜がいるみたいだ。刺激しないように静かに近づこう。この草の向こうにいるのはスピノサウルス。名前の意味はトゲのあると影。ワニのような長い頭と噛む力がとても強いことが特徴だ。次は2匹の恐竜が戦っているようだ。なんという名前の恐竜かわかるかな？ヒントは爪が長く、その長さはなんと1メートルの恐竜だ。そう、この恐竜の名前はテリジノサウルス。名前の意味は大釜と影。長い爪で草を刈り取るように食べていたと考えられているよ。高い木の葉っぱを食べている恐竜がいるよ。この背の高い恐竜の名前はブラキオサウルス。名前の意味は腕が長いと影。腕が足より長いんだ。首の長さは9メートルで主に木のてっぺんにある葉っぱを食べていたんだ。岩の向こうから3匹の恐竜が飛んできたよ。この恐竜はプテラノドン。名前の意味は歯のない翼。その名前の通り歯がなかった。魚を丸飲みしていたと考えられているよ。大きな頭を持った翼竜であり、頭の後ろにある長くて大きなトサカが特徴だ。次は海の中へ潜って恐竜を探してみよう。海の中にやってきたよ。魚が泳いでいるね。どんな恐竜が出てくるだろう。魚を食べにやってきたのはモササウルス。名前の意味はマース川のトカゲ。化石はフランスが水源のマース川で見つかったことが名前の由来だ。
海の王者であったモササウルスの体長は20メートル、二重関節の顎を持ち、大きく口を開けることで様々な海洋生物を捕食していたと考えられているよ。この海藻の向こうにはどんな恐竜がいるだろう。古代エジプト文であるギリシャのマチモイから命名された。尾には強靭な筋肉がついていたと考えられるため、獲物を執拗に追いかけて仕留めたかもしれないと考えられているよ。今回の動画はここまで。ここまで見てくれてどうもありがとう。第1弾第2弾も見てくれたみんなは本当にありがとう。動画が楽しかったみんなはいいねボタンを押してね。今後も恐竜たちにもっともっと詳しくなれる動画をアップしていくよ。次の楽しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。また見てね。